サムライフラッグのララです。台湾出身のティラです。アナスタシア。 I'm from Ukraine。 キー一粒チャンネルのデッシーです。ミナです。パレスチナのガザで生まれました。サラマレイコン、こんにちは、ミナです。私はドバイに住む大学生です。パレスチナで生まれて純パレスチナ人なんですけど、日本に13年ぐらい住んでいて日本人に帰化しています。で、私が住むドバイはアラブ首長国連邦の7つの県の一つなんですけど、そんなドバイの現状についてお伝えします。今世界でいろんな大変なことが起こっている中、ドバイはすごく平和で、あんまり悪いニュースも流れないぐらい結構平和ボケした街です。そんなに大きなニュースもないんですけど、今年2023年でドバイは52周年を迎えました。52年でこんなに大きい街ができたって思うとすごいですよね。で、52周年のお祝いに国民とかドバイ、アラブ首長国連邦にいる観光客の人も含めたみんなに52ギガのデータを配るっていうことを国でやっていました。すごい個人的に面白いなって思ったからみんなに話したかったの。他にも3月なんだけど、ドバイのメイラン競技場で競馬のワールドカップがありました。私も見に行ったんだけど、日本の馬が優勝しました。すごい迫力があってめちゃくちゃ楽しかったです。最後の閉会式の花火のショーとかドローンとかジェット機とかも使ってすごい大掛かりな閉会式をしていて、それもすごく印象的でした。他にもドバイすごい日本の方が増えていて、今年で2回目なんですけど、大きな日本祭りがあったりとかもして、外国の人にもすごい人気だったの。私のチャンネルにもその日本祭りの動画出そうと思ってるので、よかったら見てください。そして私は今年もドバイから日本に遊びに行くことができました。完全にコロナの規制もなくなって、すんごい今回行きやすかったです。今回の日本もすごい楽しかったです。ドバイのことってより私の個人的ニュースだったんですけど、そんな感じでドバイの現状でした。こんにちは。サマライフラッグのララです。久しぶりですね。今日も相変わらず札幌から発信しております。今は札幌ですね。一昨日まであんまり雪が降れなくてちょっと心配だったけれども、今皆さんご覧ください。一気に一昨日から雪が降り始めて、もうこんな感じ、真っ白になりました。本当に美しいですよね。今年のイギリスは他の国と一緒でだんだん物価が高くなってきました。この間久しぶりに出張でイギリスに行けて、もともと900円のサンドイッチが1600円とかになったり、やっぱりお金持ちじゃないとロンドンに住めないなって感じてました。一方で最後にイギリスに行ったのは去年の4月だったんですよ。当時はまだコロナが落ち着いてないところもまだありまして、でも今年に久しぶりに戻って、やっぱりロンドンはもうコロナ前の雰囲気に戻ったなーっては感じて感動しました。イギリスの大きいのニュース、明るいニュースとも言えないかもしれないんだけど、大きいのニュースとしては来年はイギリスで
久しぶりに選挙が行われる予定があります。そこで首相が変わる可能性が高いと言われていて、そこでイギリスの社会が変わるか変わらないのかってちょっと興味を持っています。パレスチナの問題はどういうふうにイギリスのメディアで取り上げているというのか、最初はハマスからの攻撃とその人質ということが大きな話題になってきて、イスラエルをサポートしているメディアが多かったとは言えます。一方で現時点ではイスラエルをサポートしているメディアがまだ多いとは言いつつ、パレスチナ特にガーザの状態がだんだんひどくなってきたので、フォーカスはパレスチナの人道危機に移ったということが言えます。個人的には本当に心から平和を願ってます。皆さんこんにちは、台湾出身のティラです。コロナによる入国制限がなくなり、海外からの観光客が一気に増えまして、街の活気が感じられる1年でしたね。私は今年3回台湾へ帰国しましたが、円安の影響で物価は日本とそんなに大きく変わらない印象でした。半導体の受託生産で世界最大手の台湾 TSMC 社が熊本県で建設している工場について、台湾の複数メディアが来年の2月に開所式が行われる予定だと伝えました。町の建設や日本現地での人材投与が期待できますね。また4年に一度実施される台湾総統選挙の投票日が来年の1月なので、各自で選挙活動が行われています。選挙戦は主要3政党の候補者が争う構図となりました。まずは台湾独立志向の与党民進党、対中融和路線の最大野党の国民党、最後に多くの若者に支持される野党第2党の民衆党。周りの友達の多くが民衆党を支持している印象です。来年の1月13日に投票されます台湾総統選挙まであと1ヶ月間となっております。今年13日、台湾のテレビ局 TVBS が最新の世論調査の結果を公表いたしました。与党民進党の頼さんが 36% の支持を集め、その次に野党国民党の江さんが 32% と追う展開となっております。約1割の市民がまだ投票先決めていないということです。そして市民の関心は高く、投票しに行くと答えた方はなんと 88% です。実際の投票率も8割に迫る可能性があるということです。どんな方が総統になっても関係性が平和でありますよう切に願っております。 Hi, my name is Anastasia. I'm from Ukraine, Kyiv, and today I want to tell you about current situation in Ukraine this year and these days. Now I'm in Kyiv. It's the heart of Ukraine.I hope that you know. This year was difficult for Ukrainians, like in previous one, because the war is still going on. Also, support from other people and other countries helps us a lot. The situation at the front this year was also hard. My hometown in the southern part of Ukraine.Is still occupied even after the flooding this summer. Also, a big problem after the flooding, in addition to military operations there, is the environmental problem and problem with access to medicine, water, gas, electricity. But what about Kyiv? There's a feeling of peaceful life here.But it's hard mentally and emotionally. Almost every day, they try to attack us. And I hope that next year will be peaceful and full of great emotions.
There are a lot of tourists nowadays in Kyiv because it's much safer here. I hope that next year we will have an opportunity to share our traditions, culture, our tasty cuisine with Japanese guests. We should remember that there are a lot of people that don't have an opportunity to spend these holidays with their families and relatives. So take care of the people around you. 皆さんこんにちは、ひとつぼチャンネルのデッシーです。今年はイタリアにとってはどういった一年だったか、そしてイタリアで国際問題がどういうふうに報じられたかと申し上げますと、まずイタリアで今年良かったことはインフルのスピードが少し下がってきたっていうことと、そしてパンデミックが終わってからの経済的な進歩がイタリアがヨーロッパの中でもかなりうまくいってるところかなと思います。まあそれでもなんか 1% の進歩だけなんですけれども、他のヨーロッパの国と比べるとちょっと経済のスピードがイタリアで速いのではないかっていう点ですね。そして国際問題に関しては、まず一つ目はアルバニアについてなんですけれども、イタリアに来ようとしている移民が、イタリアのではなくてアルバニアでイタリア人にイタリア政府に管理されているところに預けるプロジェクトですね。それで、イタリアとアルバニアが条約を結んでいるんですけれども、アルバニアで人権がそこまで守られていないのではないかっていうさまざまな懸念点があって、その、プロジェクトがちゃんと実施できていないことについて報道されています。で次にウクライナですね、ロシアのウクライナへの侵攻について未だ話されていますけれども、戦争が始まってからだんだんその報道される頻度が下がってきたんですけれども、最近はまたそれについて話されるようになったのは、支援、まあ、ゼレンスキー大統領がアメリカに金銭的な支援を求めているから求めているんですけれども、アメリカの政治家の中でその支援をもうウクライナにではなくてメキシコからの移民を止めるものに使えば、まあ、使いたい、使ってほしい、バイデン政権に使ってほしいっていう声もあって、それがきっかけで、ウクライナについての報道が少し増えました。でそこでウクライナの欧州連合への登場についても報道されてます。最近国際的にもイタリアでも大きく幅広く報道されるのはイスラエルのパレスチナ人のジェノサイドについてのニュースです。どういう報じ方かと申し上げますと、本当に新聞にもよりますが、主なパターンを拝見すると、最初の方はハマスの10月7日の襲撃の時から数週間ほど、どちらかというとイスラエル寄りのニュースが多かったんですけれども、まあ、もちろん戦争のプロパガンダといったものがその前にもあったんですけれども、で最近になってより人道的な面について話されています。特にパレスチナでの、人道的な問題とか人道的支援とかどういった事情なのかっていうことの方がニュースになっているのではないかと思います。そこで人道的な事情による病気であったりとか、お水の問題であったりとか、食品であったりとか、まあ、支援が ちゃんと入ってこないっていうことであったりとか、そういった面について、より報道されてきたのではないかと思います。改めましてミナです。私は現在ドバイに住んでいて日本人に帰化してるんですけど、パレスチナのガザで生まれました。3歳の頃までパレスチナで過ごして、3歳から中学校3年生まで日本で過ごしました。その後はヨルダンの高校に行って、大学で今はドバイにいます。ガザには現在も私の親戚や友人の方がたくさんいます。パレスチナ問題に関しては連日日本でも報道されていると思いますし、いろんな意見もあると思います。
この動画ではどちらかが悪いとかではなく、子供や赤ん坊を含めいろんな人が苦しんでいるガザの状況についてお話ししていこうと思います。この動画を見てくださった方が少しでも関心を深めていただけると嬉しいです。私個人の意見や詳しいことは私のチャンネルの方で動画を上げているので、よかったら関心のある方は見てくれると幸いです。パレスチナでは2023年に入ってから10月まで約250人ぐらいの方が殺されています。もちろん子供も含まれた数です。そして10月7日を機にその状況はさらに悪化して、10月7日から今までで約2万人の人が殺されています。もうガザに住んでる約220万人ぐらいの人はみんな家も失って、住むところもなくて、食べ物とか電気とか全部制限されていて、連絡取るにもできないし、取れたとしても自分が今どこにいるかっていうのをお伝えできない状態。伝えると位置が分かっちゃって狙われたりとか危ない目にあったりするから、それも伝えられないような状態、もう自由が何一つない状態で今暮らしています。最近は雨も降ってすごく寒くなっていて、凍えて眠れない夜もあるみたいです。毎日のように空爆が行われているので、やっぱり空爆の音ってすごく大きいの。私のいとことかはこの爆撃が降ってくると大きい音のせいで自分の上に落ちたんじゃないかってびっくりして、今自分死んだ？死んでない？みたいな感覚に何回も陥るみたいです。この悲惨な出来事がいつまで続くのか、もし終わったとしてももう繰り返されることはないのか、もうわからないし、ずっと不安な中みんな頑張ってます。ドバイに住んでる私や日本に住んでる皆さんからすると、そのようなことは想像できないと思うんですけど、少しでも一緒に心を痛めてくれたり知ろうとしてくれるだけでもすごく支えになると思います。早くこんなことが終わって、もう苦しむ子どもたちがいなくなるようにみんなでお願いしてほしいです。応援してくださってる皆さん、本当にありがとうございます。寒い札幌から良いお年を。ハッピーニューイヤー。良いお年を。I wish you happy holidays. 良いお年を。サハウスから良いお年を。名古屋から良いお年を。良いお年を。皆さん、イタリアから良いお年を。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 
さん、良いお年を。皆さん、良い年を。Happy New Year! Have a great 2024 and stay healthy! Goodbye! Love you! 皆様、良いお年を。I hope everyone has a happy new year!